日本文化センター。株式会社日本文化センターは、1975年に設立、創業された通信販売企業である。取締役社長は、品川博美、公益社団法人日本通信販売協会の加盟団体。販売されている商品は、家電から衣類、インテリア用品、キッチン用品、食品など足したようである。 同業他社の日本直販と並び、通販業界における知名度は非常に高い。本社は東京都新宿区高田のババ1丁目29番8号、郵便番号169-8711だが、設立当初は高田のババの別番地に、その後同区百人町を経て、現在に至る。電話番号は、本社も注文も問い合わせも0 00 00 22 22、0 1 2 0 0 0 2 2 2 2 年中無休、9時から21時、ファックス番号は0120232222と表示している。かつてはコールセンターを東京以外にも全国各地に設置していたが、現在は全国共通のフリーダイヤル番号となり本社、東京に集約されている。また、登記上の本社は高田の馬場事務所であるが、実質の本社機能を果たしているのは、 東京都千代田区所在の二番町事務所である。キャッチフレーズは、社名の前に伏す文言として、最初期が真心込めて確かなものを、次に、生活ネットワーク、現在は欲しかったものがきっと見つかるである。テレビで放送されるテレフォンショッピングのオープニングは当初、プッシュ本の上に、袋のぬいぐるみが立つ実写映像や、 フクロウの親子が登場するアニメーションがあった3種類存在。1988年4月からは擬人化された4頭の熊の家族愛称イコールダンプリングウェアダンプリングベアのキャラクターが登場するアニメーションで始まることが多い。画面右下には C プランネルグループ会社の金融業者と表示されている。商品の価格表示は創業以来 月付け円の払いといった分割払いが中心だったが、現在は一括払いが中心となっている。現在では、分割払いの価格も一括払いの価格と同じように設定している場合もある。また、今、お買い上げの方にも連絡を、プレゼント、キャンペーン中に月も1個などという、インパクトのある総付け景品の手法を、テレビショッピングに取り入れたのは、本会社である。 本会社のテレビショッピングの CM の差しとしては90秒が主流でおよそ9割を占め、次が60秒であり、かつては120秒もあった。また、例外的に30秒というものもあった。さらに30分、60分、90分の番組形式のものもあった。本会社では当初から CM の進行役として長年にわたり、 男女一名ずつのコンビが組まれていた。元フジテレビアナウンサー、竹下の子と、元劇団民芸の俳優、伊藤つよし、元剣造プロダクション所属アナウンサー川村雅子と、元日本テレビアナウンサー小早川正明が、特に有名だった。時代が新しくなるにつれて、この4人の組み合わせが工作したり、一人だけで、担当したりするケースが増え、やがて他のタレントに変わっていった。 本会社の設立は、株式会社日本通信教育連盟の通信販売部門を担う一事業部としてスタートしたものだった。社長の姓が両者で同一であるのはそのためである。現在は完全独立しており、資本関係も解消している。ピーク時には事業所が高田のばば、二番町、麹町、六番町、九段、池袋等と拡大したが、現在は高田のばば、 二番町、池袋三カ所となり、事業所ごとの床面積も、戦略的に縮小している。日本のテレビショッピングにおける、最初の交流期は、1970年代後半に、火蓋が切られた。というのは、日本文化センター、1975年設立とに、こう、1976年通信販売業務の、 全国展開を開始と日本直の老舗通販会社3社のテレビショッピング部門がこの時期に相次いで出揃ったからだ。ここから1987年2校に声優が資本参加するまでが日本文化センターと2校の戦いであり、その後2012年日本直販が民事再生法の適用を申請するまでが日本文化センターと日本直販の戦いだった。 東京都新宿区、札幌市中央区、福岡市城南区にある。かつては名古屋市千草区と大阪市西区にも置かれていたが、受付の電話番号が全国共通のフリーダイヤル化されたことなどにより廃止された。なお、日本国外に存在するハワイ日本文化センターなどの類似した名称の施設は、同社とは全く関係を持たない。埼玉県かすか市。 カスカベ配送センター、埼玉県埼玉市、見沼配送センターにある。CM の最後に、歌で、電話番号が案内されている。歌詞は、地域名、各季参照、市外局番から、市内局番、フリーダイヤル開顧は0120から00-2222日本文化センター。作詞、作曲は、小倉康史。かつては、 全国各地の市外局番によって電話番号案内の歌詞も異なっており、それに合わせて全国ネットの CM でも放映エリアによって違うものをローカル出力していた。当初は歌部分の前に男性アナウンスで地域ごとの電話番号を読み上げたり、ラスト部分が歌詞の日本文化センターではなくお電話お待ちしておりますという女性のアナウンス版もあ、 1997年頃から札幌エリアがフリーダイヤル0120か、ついで福岡、熊本、那覇エリアでもフリーダイヤルか、そして2005年度より通販業者としては遅いながらも、全国共通のフリーダイヤル0120002222の歌詞に統一されて、放映エリアによって違う CM 出力も終了した。ただし一部地域、福岡2では、 旧来の電話番号も引き続き使用可能である。電話番号の下4桁はフリーダイヤルを含めてすべて2222 22で統一されていた。ただし大阪は当初2222 22ではなく0321だった口述。2012年頃からテレビコマーシャル版に限り0120952430へ変更されたものの後に url と同じ0120002222に戻っている。放送された地域の電話番号と対応していたコールセンター、営業所がある都市との間は支店代行電話、転送電話を利用していた。詳細は外部リンクの1998年当時の日本文化センターのアクセスポイントも参照されたい。地域によってはアクセスポイントが 新たに解説されると放送される電話番号も変わった。例えば、熊本県は当初、東京03だったが、大阪06、福岡0 9に、熊本096と変化した。東海地方でも最初は、東京03だった。東京と大阪は、市内局番4桁化の際に、仙台、福島、新潟、長野、静岡、金沢、岡山、那覇は、市外、 市内局番3桁化の際に歌詞が変更された。大阪では1980年代の営業所移転、天馬橋から9条で変更され、その時は06プラス584プラス222 22の9桁、したがって電話番号10桁化による変更は2回目となる、下4桁の0321から全国と同じ222 22に変更された。 音程と曲調は地域によって若干異なっている。市街局番の部分で言えば、大きく、東京型、フリーダイヤル、東京、静岡、大阪、岡山、静岡と岡山は、市街局番3桁の時、市街局番3桁型、市街局番4桁型、特殊型、福島、長野、金沢、那覇、いずれも、市街局番3桁に分かれる。最後の、 日本文化センターの部分は、おおむね、各地域ごとの電話番号の発足した年代によって、異なり、大きく1980年代型、1990年代型、大体が、電話番号の変更、福島、東京、静岡、大阪などに分けられる。また、吉本新喜劇の劇中で、辻本茂雄が警察官などの役を演じる気は、 この曲の電話番号の部分を変えて歌い、共演者に何番やねん、と突っ込まれるパターンがある。その他、地方局でのローカル枠での放映はあり、かつての提供番組の読みは、生活ネットワーク、日本文化センター、当初は真心込めて確かなものをマイナスだったが、多く、主に在阪テレビ局の番組に提供することが多かった。年月に、 在販テレビ局の番組での提供が復活し、生活ネットワーク、日本文化センターの提供読みも復活した情報ライブミヤネ屋では読売テレビのアナウンサーが読んだ。なお、一部放送局では、スポット CM でも、同社のものが多く流れている。また、提供番組において、ネットスポンサーの提供読みが終了した直後に、ローカルスポットで同社の CM が流れることもある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。